星崎本線料金所とは、愛知県名古屋市南区南野にある名古屋高速3号、大高線の本線料金所である。料金所は上り線のみ設置されている。星崎入口からの料金収受のほか、大高入口をはじめ千下半島道路、名に館及び、伊勢湾岸自動車道からの流入交通の料金収受を一括して行う集約料金所である。 以前から交通量方の投料禁所は特に朝夕で慢性的な渋滞に陥っていたことから1993年から二大同時収士を実施した。その後二大収士は廃止されたが2004年に予定されていた伊勢湾岸自動車道トヨタ JCT、トヨタ南 IC 間開通の暁には接続する透明高速からの流入交通増加が想定されたことから 二ブース増設の上八ブース化した。また、2011年に本線の一ブースに自動生産機が導入された際に、中央の一ブースを星崎入口専用に転用したため、現在のブースは7カ所である。東料金所近辺において、大高線は上下線が分離し、下り線が高く構築されている。料金所は下り線の下に設置されている。なお、 料金所の前後は曲線半径の小さいカーブが存在するため、走行に際しては注意を要する。ブースは星崎入口と分かれていることから本線のみ表記する。名古屋市統計年間による利用台数の推移。ありがとうございます。